生のキッチン横須賀さんです。はい、今週もよろしくお願いいたします。お家にいる時間が増えてパンの消費が上がっているそうですね。ということで美味しい食パンいろいろ出てるんですけれども、今日は普通の食パン、それをニョッキにします。美味しいトマトソースも添えますよ、作りますよ。材料です。はい、6枚切り、ちょっと厚めの食パン2、3人分で3、4枚ですね。そしてトマトソースの具はしめじ、にんにく、ベーコン、玉ねぎ。あと味付けなんですけれども、トマトソースと言いつつケチャップで作りますから簡単ですね。ケチャップとお好みのソース、ウスターソースでもとんかつソースでも結構です。あればミックスハーブ。そしてスープはコンソメや野菜ブイヨンなどを熱湯で溶いてくださいね。片栗粉もちょっとあるといいですね。これ入れてください。あと仕上げにバジルとか粉チーズなど用意してください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さあ、ニョッキを作ろうとなるとね、本当に大変なんですね。ジャガイモニョッキっていうと、茹でて柔らかくして裏ごしして、それに粉を混ぜて形作ってっていうのが大変なんですけれども、今日はあっという間にできるので、まずソースの方作っていきましょうかね。フライパンで結構です。ちょっと温まってますので、オリーブオイルを入れまして、これ多めの方がね、味わいがいいですね。そしてニンニクと、それから玉ねぎのみじん切りいきます。はい、軽く炒めてください。ジュ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 っといい香りがしてきたら、ベーコンとそれからしめじも入れちゃいましょう。ベーコン一応細切りにしましたが、お好みの形にしてください。しめじはちょっとね、3、4本ぐらいですかね、食べやすい大きさに割いておいてくださいね。はい、じゃあ全部入りましたので、オリーブオイルを絡めて、そして蓋をしておきましょう。しんなりするまでね、このまま置いておきます。さあ、しんなりするまでの間、ニョッキ作っていきます。パンだけです。食パンだけで、見た目はね、ショートパスタみたいなんですけれども、味わいはちゃんとふわっとした、ね、ニョッキになりますからね。これ6枚切り、このぐらいの厚さです。はい、4本あるこの硬い部分ですね、周りの耳です。取っちゃってください。後で使いますから捨てないでくださいね。まあ、お味見はしててもいいですけどね。さあ、これをこういう綿棒、できれば太い重いのがいいんですけれども、まっすぐじゃなく斜めにするとね、綺麗な形になっていきますので、三角でこうやっていきましょうか。はい、で裏からもします。せっかく膨らんだパンをね、こうして潰してしまうんですけれども、うん、元パンだったと思えないぐらいの味わいになりますのでね。はい、しっかり、はい、ポイントです。しっかり力を入れて伸ばして伸ばして、これね、空気入ってると、なんて言うんでしょう、とろーっと溶けちゃうのでね、煮汁が入り込まないようにしっかり潰しました。そして形はお好みで結構です。このままでもね、またこれもいいんですけれども、今日はこんな感じにしましょうか。9枚ぐらいに3つ3つに切りました。そしてこの一つ一つもう一回伸ばしましょう。はい、そしてこれ塗り箸です。丸い塗り箸おすすめです。角張ってると後で抜けなくなりますので、くるくるくる。で、この巻き終わりを下にしてギュッと潰す。はい、しっかり潰してください。スルッと抜けます。こんな感じね。もう一回いきますか。はい、くる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 。巻き終わり下にしてギュッと潰します。で、これだとショートパスタの作り方なんですが、ニョッキってお団子のような感じですよね。フォークでこうやって潰してもいいですよ。あ、息切れしてる。どうしよう。はい、こんな感じで潰していってください。で、そのまま置いておくと乾燥してしまうので、もうすぐ作ってくださいね。はい、で、耳の部分です。耳の部分もこんな感じに伸ばしました。こう同じ部位だと思うんですけれども、こんな感じ、伸ばしたのこっちです。ほら、裏表見ると分かりますね。伸ばしてペラーンと薄くしました。で、これも美味しいんですよ。なので、切り方はね、ひし形にしましょうか。これ時間差でね、こっち後から入れた方がふやけなくて美味しく食べられますよ。はい、さあ、できました。こういろんな形ね、お子さんと一緒に作るといいですよ。よく昔給食のパン、こっちに行って消しゴムにしたりしましたけれども。消しゴムはしてないですよ。してないですか。そんな感覚で作っていただくと、いろいろ本当に楽しめますからね。あとパンも食パンだけじゃなくて、フランスパンなんかで作ってもいいと思います。はい、しめじかなりしんなりしました。さあ、味付けいきましょう。はい、味付けは今日トマトケチャップです。はい、それから私はウスターソースあったので、ウスターソースにしましたけれども、甘めのソースでもいいですね。中濃ソースとか、それから、とんかつソース、そういうものでも結構です。
あとハーブもちょっと入れておきましょうか。でこのスープですけれども、コンソメを熱湯で溶きました。これがね本当に美味しいトマトソースになるんですよ、これでね。まあ、ケチャップはもともとトマトだったので当たり前の話なんですけれどもね。はい、でこれはシャバシャバの状態なんですが、あとちょっととろみをつけていきましょうね。さあポイントです。はい、市販のトマトソースでももちろん OK です。で時短とかね、材料費考えて自分に都合のいいものにしてみてください。だったらね、市販の美味しいソース買ってきたんだったら本格的なニョッキを作るという方はこっちの方がいいかもしれないですね。はい、ということで、はい、沸いてきました、とろみです。だいたいね小さじ 1.5 から2ぐらいですね、はい、入れます。はい、ポイントです。このゆるいとろみね、つけておかないとパンがどんどん吸っちゃいます。いくら潰してギューッと圧縮したとしても、このとろみが必要なので、ちょっとね、とろっとするまでいってください。はい、塩コショウ。美味しいですよ。さあ、ではいきますよ。はい、作っておいた手作り食パンニョッキです。はい、いきます。ほら、どんどんスープがね、少なくなっていくんですよ。はい、もう一回煮立ったらもう OK です。もうこれ以上煮込まないでくださいね。はい、盛り付けしましょう。パスタだよね。パンとは思えない。そう、見た目はね、ショートパスタなんですよ。上から見たらパスタっすよね。そう、ただね、味わいはね、ニョッキなんですよ、ニョッキニョッキ。はい、ふわっとしますから、はい、そしてあればです、なければ結構です。ネギでもね、大葉でも結構です。バジルとかね、チーズなんかパラパラっと振りかけて、はい、完成です。はい、出来上がりました、おパンニョッキでございます。はい。